次は、モーリス・ラベルというフランスの作曲家が作曲した亡き王子のためのパワーという曲です。でこれは、本来オーケストラに書き直されているんですけど、元は確かピアノ曲だったんですよね、そうだったんですけども、シャブリエという当時すごく流行りの、歌手がいまして、それ歌手が作曲家がいまして、その人の影響下において作られたというわけで、静かな曲だそうです。でも途中やかましくしてやっぱり目を覚まそうみたいなシーンもありますので、thank you.